こんにちは。今日もライチマスター山本が食べてみたシリーズということで、今日はですね、つけ麺挑戦します。挑戦じゃないですけどね。はい、名前はね、濃厚魚介系つけ麺ということでね、まあライチの基本スープをベースに魚の味がしっかり入ったスープになってますよ。じゃあまずいきましょう。まずちょっとこれタレつけずにどんな味か見てみましょうかね。つけ麺の麺は、まあ、ラーメンともちろん違ってて、つけ麺専用の麺をなんですけどね、もちもちしててしっかりコシのある麺ですね。いきますよ。あ、忘れた。具言いましょう。具、チャーシューでしょ。チャーシュー。それから麺。これは私が味付けしてます。で、白ネギね、取れてないですけど。で、味付けに卵と。いや、あと海苔という構成になっております。いただきます。いただきますね。さっきもね1本食べましたけどね、はい、うん、いただきます。ほんとこれが同じスープなのっていうね感じがするぐらい全然違う味わいになってますけどね。またね、チャーシューがいつものように自分が食べるのはちょっと切れ端のチャーシューになってますけど、あんまり喋りすぎて動画がなくなってしまうんで、今日ちょっと喋れないと言いますけど、ちょっとね秘密兵器持ってきました。ちょっと分かりますか ね、おつゆ持ってきてました。ちょっと今試食ですね。これ私も試食。そばつゆなんですけど、あ、こういう食べ方あるな。夏はこれいいかもしれない。ちょっと近いうちに。限定メニューでちょっと皆さん進化を取ってみるというのもねいいかなっていう感じですね。まあね、日本人としてね、そうめんとか、おそばとかね、もちろんこういうタイプの醤油ベースのね誰で食べますからね。これはこれでありですね。ちょっとメニュー考えてみます。で、まあつけ麺といえばこちらなんですけどね、やっぱり。これカツオの味がしっかりね入ってて、
これでも最後まで食べきるまで取ってますけど意味あるのかなと思いながら。この動画も6分になってますけどね、最初はね3分ぐらい撮るつもりだったんですよ。まあ3分で撮ろうと思ったら喋れない、喋らずに3分で撮るか喋って8分になるかですね、どちらが楽しいかなと思いつつね。体のためにはどっちがいいんですかね、食べながら8分に食べるのと黙って3分に食べるのとね。言わせてましたけど、第一のつけ麺ですね、つけだれはあったかめで、まあ、熱々じゃないですけどね。で、麺は冷たい麺になってますね。夏はねさらに冷たくあのスープ麺の方がねしたりしますけどね。まあ夏にが近づいてきたらちょっとつけだれの方もね冷たいのをちょっと研究してみようかなと思いますね。ちょっとつけだれ残ってますもらえてる。あ、これ中にはご飯入れる方もいらっしゃいますね。ご飯後から注文されてご飯入れて全部食べるというね、非常にありがたいお客様もいらっしゃいますので、まあ、そういった食べ方もあるよということで今日は、濃厚魚介系つけ麺ご紹介いたしました。それではまた。